カズラジですけどね、もう今日早く終わるよ。もうね、夜遅いんだって。明日僕朝早いんだ。いやもうまあ、大体高校野球の時は僕寝不足になるんだけどもね、メジャーの時よりもまあまあハード、移動が伴うから。春分さんは花火、大好きな曲を演奏してくださってありがとうございました。昨日のやつ珍しいね、お前がミスチルなんてね。どれぐらいの値打ちがあるだろうってやつね。いいですね。子供の頃、夏になると夜の公園で爆竹とネズミ花火が飛び交って学校で禁止されていました。わかるわ、それ。爆竹僕も禁止されていたな。うるさいし危ないもんね。ネズミ花火も結構あれ、地面這わしてるうちはいいんだけど、あれ飛ばすやついるもんね。危ないね。飛んだらネズミじゃなくなるじゃんと思いません？下を這うからネズミだし。縦折りさんです。私の地元も毎年大きな花火大会が開催されて、県内外から多くの人が訪れておりましたが、ここ数年はコロナの影響で中止。そうだね。ね。もう再開されないという噂もありましたが、先日帰省した際に家族から4年ぶりに開催されるということを聞いて嬉しかったですと。日本一大きな湖で開かれる花火大会、これ琵琶湖大花火大会ね。これ大花火じゃなくて大花火大会って読むんだけども、高校時代には湖岸沿いのマンションに住む友人宅に集まって特等席で観覧した思い出が懐かしいです。青春でしたねってね。まだ若いじゃん。これからまだまだいろんな青春が作れますから、いいね。僕らはもう青春はね、もう遠くに置いてきましたから、青春はね。山っちょさん、はい、その山っちょさんですが、この花火を聞くとあの医療系のドラマを思い出します。どれぐらいの値打ちがあるだろうってね。そこでございますけどもね。柄にもなく今日のお昼はアップルパイとルイボスティー聞きました。シナモンティーの間違いです。ガラスに大前さんの名前書きませんでしたって、これ歌詞にあるんだよな。シナモンの枝にガラス、枝じゃない、シナモンの枝でガラスに三度恋しい人の名を書けば愛が叶えられると、娘らは信じてる。ギターがないんでごめんね。なんで愛が叶わなあかんねや、マッチョさん。名前書かないでくださいね。そんな感じかな。ジェンナリーノさんは、ミスチルさんの花火、いいですね。いいね。僕もあの曲大好きなんだけどね。夏を感じる音はたくさんありますが、僕は氷の入ったおそうめんを食べながら、高校野球のサイレンが鳴るのを聞くと夏を感じます。氷の入ったそうめんとサイレン。これで夏なんだね。これが揃わないと夏になんないのね。すごいな。テーブルの上にはスイカが置いてある。もう夏の条件でございますね。ありがとうございます。ひで救急さんもそうですね。昔はおもちゃ屋さんで花火バラ売りしていましたね。ヘビ花火、ネズミ花火、懐かしいですということで、いいですね。ひで救急さんはね、徳島の小松島市で打ち上げ花火の生産のピークだと今朝のニュースで伝えておりましたということ。小松島も花火作るんだね。花火は機械で作ることができずに一つ一つ手作りなので、その作業をされているのが高齢の方だったのが印象的でしたということ。僕は、山梨県の花火の里、にね、ずっとオリックスさんの時にお世話になっていて、今もそのお付き合いは続いてるんだけども、冬場にね、あの花火師さんたちがね、あの人里離れた山の奥の小屋でね、もうね、黙々と花火を作る作業をされてるの。冬場だね、やっぱり閑散期で作っちゃうんだよ。で、それも安全を考慮して、人里から離れたところで作ってらっしゃいました。手作りだったね。これが南郷玉だよって見せてくれてね。これがあんな綺麗な、
柄になって夜空を彩るんですねっていうのも、そこには職人のクラフトマンシップがありましたけどもね、僕はその現場を、この目で近くで見てまいりましたけども、ね、もう今から、何十年前かな、20年ぐらい前の話かな、そんな感じ。もうね、あの山梨の山あいですから雪が降ってるの、そこをね、奥に入っていって、その雪が積もっている小屋で作業されてたよ。そんな感じを思い出しました。ありがとうございます。というわけで今夜も、短いカズラジでございましたが、お前ちょっと明日早いんで許してください、もうごめんなさい、もうやっただけでも、褒めて褒められて伸びるタイプでございますんで、そんなことないか。じゃあまた、今回も最後までご視聴ありがとうございました。パンプキンパイとシナモンティーね、はい、シナモンの枝でガラスに三度恋しい人の名を書けばね、愛が叶えられると娘らは信じてる、そんな歌詞がありました。名前書くなよ。じゃあね、じゃあまた。